指揮官、まるで子供みたいね。私たちにとって兵装とは体の延長線。ちゃんとメンテナンスしないとね。非番の時に何をして過ごすか。そうね。姉妹間とおしゃべりしたり、釣りに出かけたり、添い寝したり、そんなところかしら。指揮官に頼られる時は、なんというか、ほっとしちゃうわね。ちょっと変なのかしら。助けが必要な時、悩みを話したい時は呼んでちょうだい。ずっと指揮官のそばにいるわ。認めてくれたのか、それとももっと頼りにしたいってことなのかしら。どっちでも構わないわ。そばにいてほしいと言うなら、私は指揮官の望む通りにするだけよ。